こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーショスことケンジウチです。いつも通りのニーゴと、皆さんお久しぶりです、ジョーくんです。よろしくお願いします。さあ、ということで8月26日月曜日、マンデーショスポット、この番組はサーラカードの提供でお送りします。さあ、ということでジョーくん久しぶりっす。1年ぐらい来てないですよね、多分ね来てない、このぐらいですよね、うん、本当にお久しぶりです。マジで久しぶり見た、ジョーくん。おかげさまでめちゃめちゃ元気に頑張ってボランティアもやってるし、うんうん、大学も行ってるしで、お、はい、なんとなくもうジョー君卒業して就職してるのかなって勘違いしてたぐらいだよ俺。ちょっとまだ早くて、私今が大学4年生になります。4年生、ね、ああなるほど。じゃあこの1年就活頑張ってた感じかな。じゃあそうですね、なかなかやっぱりインターンとか、うんね、説明会とかいろんなのが重なると、うん、どうしても外に出ていく機会って本当に減っちゃうので、うん、なかなか行きたいな行きたいなって思っておきながら、うん、ようやく来れたっていう感じです。ありがとう来てくれて。そして2号、いつも通りありがとう。いつも通りありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2号、はい、はもう一回確認するけど、大学何年生だったっけ。3年生ですね。3年生ね。じゃあ2号は今逆に忙しい時期ね。忙しくなりますね、これから、うん、忙しい時期、ね、ちなみに言うと僕は早いんですけど、うん、ちょっと専門学校生でもあって、うん、学校が今日始まりました。あー、ほんと。そう、資格、うん、国家試験が10月半ばにあって、それの補習っていうことでちょっと早めに勉強を始めてます、うん、おー、ちょっと真面目アピールがすごいですね。まあ、あの、頑張ってるんで。あ、頑張ってる。就活のためにね、うん、素晴らしいっす。受けるものは取っときたいっていうあれでやってます、はい。まあ、それともね、いろいろとね、あの、就活があったりとか、まあ、これからの国家試験のためにとか、いろいろと勉強頑張ってるっぽいんですけども、今日で一応ね、8月も終わる放送なので、はい、あの、今日メッセージテーマね、夏の思い出でいきたいなと思います。最近涼しくなってきましたよね、うん、ね、あの、それこそね、台風も近づいてるからね、ね、ちょっと危ないですけど、そう、台風近づくと夏もやっぱ終わりになってくるなと思うけど、本当に今回の台風はでかいらしいので。でかいですね、の割には止まってる、うんうん、動きの遅い台風はそれこそ危険だからね。危ないですね、うん、今回進路、ね、右側ですね。そうそうそう、もう愛知もね、多分来ると思うのでね、備えはしっかりしてほしいなと思いますけど、大事な備え、何があるか分かりますか。やらないといけないこと、水の確保大事やね。ジョー君は。私、枕元にラジオとスリッパ置いてます。めちゃくちゃ素晴らしい。あれ、常にすげえ素晴らしいわ。ラジオとスリッパ、大事よね。東北にボランティアで行った時に、うん、やっぱり皆さんおっしゃるのは、情報が全然手に入らなかった、うんうん、放送局も停電になっちゃってて情報が入ってこない、だからなるべくたくさん広く情報が、ね、得られるようにということで、うん、私もその話を聞いて、ラジオとあとはガラスがね、やっぱり落ちてきたりとかするから、うん、スリッパは置いとこうかなと思って。すごい大事だよね、はい、ラジオを持つって大事だよね、うん、今こうスマホでね、簡単に聞ける時代だけど、まあ、ラジコとか、まあ、それこそ FM プラプラとか、これ正直聞けなくなるから ね大災害になった時は、うん、ラジオのいわゆる、ね、アンテナで拾う受信機ですね。そう、受信機じゃないと、あの、聞こえなくなっちゃうんで、まあ、ラジオ今好きで聞いてるよって方、ぜひともね、ラジオ本体ね、もう購入してもらえると嬉しいなと思いますね。電池うちも、あの、電池が入ってないんで、電池、うん、一番か、電池備えとかんといかんなと思いましたわ、うん、本体はあるけど電池がない。本末転倒ですわ。そんな状況なんで、うん、まあ、皆さんもね、あの、それをきっかけに、あの、備えしといてほしいなって思います。はい、はい、でも夏の思い出を送ってもらえればいいと思いますのでね、夏の思い出は今日楽しく送ってきてください。メッセージは sugar@843fm.co.jp、アプリ FM プラプラからもメッセージを送ることできますので、たくさんメッセージ待ってます。待ってます。さあ、本日1曲目は寝癖、ずっと好きだから。ざっとどれだけの時間をここに費やしたろう。ねえ、不思議に思うんだ、笑われても笑って、イラついても黙って、ふらついても起き上がって、起き上がったらまた転んで、転んだら聞こえるファイト、向き合えてる日々に愛を、だから面白いんじゃないか、
と好きだから、やれてきたそっと隙間からこぼれ涙、あの人の優しさの大好きを一緒にありがとう、ずっと好きだから、やれてきてきっとステージは大歓声、暮らしの中で苦しい嬉しいを本当ありがとうな、繰り返し続けた鍛錬が突き放してしまった、愛情がまるでこの日のための伏線か、小さい頃の夢を見た、繰り返し続けた鍛錬が突き放してしまった、愛情がまるでこの日のための伏線か、小さい頃の夢を見た、さあマンデーシャースポット、本日オープニングナンバーは寝癖ずっと好きだからお送りしております。今日のメッセージテーマ夏の思い出を募集していきますんでね、ぜひとも皆さん夏の思い出送ってほしいなって思います。ケンジブッチインスタの方でね、ちょっと募集したコメント1個先に言いたいんだけど、夏の思い出、ガンコちゃんから来ました。ガンコちゃん、ありがとうございます。7月の28日の夏に生まれたことが思い出ですっていう誕生日ね、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。これケンジウチも誕生日でしたもんね。ねえ、おととい僕もこれ気づいて思ったの、その日に生まれたことが夏の思い出ってすごいいいこと、いいっすね、うん、ガンコちゃんにこの日付の良さを、誕生日を改めていい日なんだな、うんうんうん、気づかされました、うん、ちなみにジョー君は何月生まれ、何月何日、12月9日です。なんかすげえぽいな12月9日がぽい冬っぽいって言われますねえーと2号は僕1月12日ですね。おお、なんか夏っぽい、夏っぽいイメージ、ね、絶対違うんだよなまあそんなね、あの生まれた日にぽいぽくないという発言してもしょうがないんだね、うん、帰れないんで確かに、まあ、周りの人も認めつつ、ね、生まれた本人もその日を認めてね、はい、特別な日にしてとしてなってますね、はいはい、となると今日もね8月26日、誕生日の人もいると思いますね、うん、今日は誕生日の人おめでとうございます。おめでとうございます、はい、いい夏の思い出過ごしてってほしいなって思いますということで、皆さん夏の思い出は sugar@83fm.co.jp または FM プラプラにメッセージを送ってきてください。他何でもメッセージ大丈夫なんでね、たくさんメッセージよろしくお願いします。お送りした曲は寝癖ずっと好きだからでした。マンデーシュガースポット、さあマンデーシュガースポット、時刻5、6時14分回っております。今日の相手はケンジブチとニーゴとジョーくんです。今日のメッセージテーマは夏の思い出となっております。ぜひとも皆さん夏の思い出送ってきてください。メッセージは sugar@83fm.co.jp アプリ FM プラプラからもたくさん待ってます。これ今冷静に思ったけど、夏の思い出メッセージテーマするのちょっと早いか。いやそんなことは、まだ夏終わってないっちゃ終わってないもんな、8月。まあそうです ね上旬に立秋だから、うん、一応暦的には秋なんですよね。あ、なるほどね。じゃあ間違いなく、まあ間違いなく大丈夫かなと、うん、思います。じゃあ夏の思い出をたくさん募集していきたいなと思いますけども、うん、どうですか、大学4年生のジョー君は、まあ、いわゆる学生最後の夏みたいな、うん、最後の夏休みみたいななってると思うけど、なんか遊んだりとか思い出とかって作ったりしてた？なんかもう変わらねえなと思われそうですけど私ボランティアばっかりやってるんで。すごいよねそのボランティア精神、うん、この夏もあの日本赤十字社と UR、うん、いわゆる都市機構さん、住宅公団ですよね昔の、うん、が、子どもの居場所づくりっていう事業をやってて、これは何かっていうと、夏休みって学校ないし給食ないし友達にも会えないしっていうことで、うん、しかも町の公園とかでもなかなか子供が遊んでる姿っていうのは最近見ないと思うんですけれども、うん、そういった子たちに居場所じゃないですけれども、まあ、ある種学童保育みたいな場を提供してみんなで一緒に遊べるような場所を作ろうっていうような事業がありまして、そこで勉強を見てあげたりとか、なんか工作のお手伝いしてあげたりとか、例えばお昼ご飯一緒に作ったりとかっていうようなことをしてて、うん、7月は名古屋市北区の水草団地、うん、今ちょうど明日からもなんですけれども、緑区の鳴子団地っていうところでやってて、そこでちょっと子供と触れ合うのが今一番楽しいなと思いながら。すごいいいね、その
なんつうの、あの企画っていうのかな、なんていうか分からんけど、本当全国的にある感じの動きのやつなの、それって。実は、うん、愛知県の日赤っていうのは社会福祉の施設を持ってないんですよ。ほう。だからその幼児園とか、うん、あるいはあの介護老人保健施設っていうようなものがなくって、でその代替じゃないですけれども、まあ、全国先駆けて、はい、UR さんと、うん、あの業務提携みたいなのを締結をして今進めている事業で、他にもあの社会福祉事業だと豊橋市内はブラジル人学校が多いじゃないですか、うん、で外国人学校っていうのはいわゆる学校保健法みたいな法律の関係によるいわゆる健康診断っていうのがあんまりないっていうような状況にあるので、うん、その支援でにあの矢事日赤とか中村日赤の先生なんかを連れて学校で実際に、うん、あの健康診断ですねをやってあげるっていう言い方もあれですけど、うん、やるっていうような取り組みなんかもやってたりして、まあ、そういうなんつうの愛知のそういう施設がないからこそのプラスの動きみたいな感じなんですよね。すごいね、マイナスじゃないけどマイナスをプラスに変えるみたいな動きってことだよね。どん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 。あ、すごい、いいっすね。マジ知らなかった情報だわ。ジョー君からってマジ教えてもらうこと多いんだよね。ね、なるほど。その情報でどこで得てんの、いつもそういうのって。やっぱり自分でいろんなところに行って、うん、いろんな活動に参加してるからそういうことだなと思いますね。やっぱり足を運んで実際で目で見て知ることがたくさんあるよってことだよね。自分の足でじゃないと、うん、自分の目でじゃないとやっぱりわからないことっていうのもたくさんありますからね、うん、すごい。そういうこともなんつうの関わってくれてる小学生とかにも伝えたりしてる感じ。そうですね、いろいろこう、うん、周りの子見なよとか、ね、今どんなことしたらいいかなとか、うん、あのよく小学校でやりましたよね、うん、校庭の石10個集めてきてみたいなの、うん、同じようにゴミ今ね散らかってるからみんなで片付けるためにどんなことしたらいいかなとか、ゴミ12個拾ってこようかとかっていうようなことしたりとかして、うん、いろんな場面を通じて僕らでね、あのボランティアさんとか、うん、あるいはあの日赤の職員さんとかっていうのがあの伝えていけてるんじゃないかなと思って、うん、なるほど。まあこれで大学卒業しちゃうけど、そういう活動は続けていく感じになる。もちろんその時間的な余裕があれば、うん、どん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 続けていきたいと思いますし、あるいはこう今ちょうど内定得たのがそれこそ日赤さんも補欠でいただいてたりとか、あるいはその運輸関係のお仕事ももらってはいるんですけれども、今30代で、ね、うん、転職される方とかもいらっしゃいますから、こういった経験糧にしたりとか、うん、あるいは実際に社会福祉とか、ね、児童福祉の方に改めてこう向き合ってみるっていうか、参加してってみるのも今後のライフ、ね、パッケージとして面白いのかななんて思ったりしてますね、うん、なんか人生設計がすごいしてるね、本当にやれることが多いからその分悩みますね、うんうん、悩みが逆に悩むわけだね、できることが多いと贅沢やな、贅沢な悩み。どう、ニーコはどう。僕ですか、うん、夏の思い出。夏の思い出、バイトとかしてたんですけど、あとは、まあ、月1ぐらいで、やらせていただいてる DJ の活動をやって、で一昨日もあの名古屋市の方で、それこそ、まあ、ボランティアっていう形にはなるんですけど、青少年交流プラザっていう名古屋市北区の施設で、事業として音楽フェスをやろうっていうようなボランティアがあって、そこで、DJ として出演させていただいたんですけど、なんとここで、うん、ステージの段差でこけまして、お、まあ、絶賛右足捻挫中でございます。いや痛いんだ今。めちゃくちゃ痛いです。じゃあ今年の夏は痛い思い出か。もう痛い思い出ですね。いい思い出あってもその痛さが終盤来たら痛い思い出になっちゃうもんね。あ、そうそうそう、終わり良ければ全て良しなんですけど、あの終わり悪ければ全て足みたいな、うん、足足にかけた今。いや、そんなつもりはなかったんですけど、まあ、でもこれもまあ夏の甘酸っぱい思い出かなって思いながら、うん、どこが甘酸っぱいんじゃ。苦いかな。苦いですね。でもまあ2号ね、うん、自分の体力過信しすぎですよそれは。2号ももう若くないってことだよ。俺説教されるために来たんかな今日。俺説教されるために来たんかな。ちゃんと柔軟した DJ の前に。全然してないっすね。じゃあその日は DJ 以外にも MC も頼まれて MC もやったんですけど、うん、あの5分10分ぐらいその場をつなげって言われて、うん、あのMC としては最終手段である客いじりを初っ端から使いましたね。おねえジョー君、ジョー君だったら分かるよね。いや初っ
ながら客いじりってやばくない？けどあの、まあ、バンドバンドの間って転換あるじゃないですか、うん、最初の転換が一番長くって、うん、そこであの5分10分ぐらいを最初だけ繋がなきゃいけなくて、その後は楽だったんですけど、そこだけはもうどうしようもなかったから、うん、最初で最終手段を使っちゃったっていう、うん、じゃああれだね、悩み的にはあの MC の能力がないのでどうしたらいいですかっていう悩みだよね。もうありますね。あの今日たまたま隣に大先輩が来てくれてますけど、いや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 。ね、あのこの2人はまた11月にタッグを組んで、うん、とあるイベントを組んでやりますからね。本当なんかイベントやるの、あの、うん、いつも通りコーフェスの方で、うん、あのダンスフェスのステージをこの2人で二人三脚ぐらいで運営しながらやってますんで、うん、でジョー君が MC を取り仕切ってくれて、うん、僕はその裏側でイベント全体を見るっていうような役割をしてますので、うん、またもしよかったらあのいつも火曜日にやってるね、うん、高校生のヤシの実高校の方で、うん、あのコーフェスの子たちと一緒にまたお話できたらなと思ってます。ぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。待っておりますね。はい、はい、本当準備運動って大事だよ。いやもう本当に大事なんですよね。いや本当あのどんなことでも準備運動って大事で、本当運動前だけじゃなくて、俺喋る前も準備運動するからね。えいつもしてます？それも来る前にしてるから俺。もうニーゴたちが来るのはもうなんつうの、臨戦態勢というか、うんうん、準備整ってますよっていう状況でお出迎えしないと思うんで、うんうん、俺準備運動してっから、あのアメンボ赤いなあいうよとか言ってます？そういうのやらない。あやんない、うん、精神の準備運動、そっち、はい、瞑想、マインド、マジで大事、本当マインド大事よ、うん、おイメトレ、なるほどね、あ、うん、いいイメージを持っておかないとそこに持っていけないから、まあ、確かに結局そのなんかいろいろ体を動かすにも準備運動したとて、うん、結局メンタルが乗り気じゃなかったら、うん、あのいい成績出なかったりとかありますもんね。うん、人間だから毎日ハッピーハッピーじゃなくてさ、あの乗り気じゃない時もやっぱあるじゃん。はい、放送があってもね、うん、そうですね、けど放送ではハッピーハッピーでないといけないじゃん、やっぱ、うん、まあ、キャラクター的にもね、けどハッピーハッピーじゃない時もあるじゃん、なんかあかんねえなみたいな、あーありますね、うん、気圧の問題でちょっと気分が沈んでるぞみたいな時もやっぱあるじゃん、うんうん、そういう時の準備運動一番大事ね。確かに、うん、今日とかまさにそうやな。そうだね、うん、なんかちょっと、うん、今下がり始めてますよね、うん、なんかちょっとどんよりしてるこの空気に俺負けたくないから、今から俺今日この豊橋近辺晴れさせてみせますっていうぐらいの気持ちで今から喋ってきます。天気の子、はい、これは帰るとき安心だね、うん、あ安心ですね、ほんと安心して、うん、今まだね残業中とか、まだあの塾で勉強中とか、まあ、学校にいるよっていう子たち、この後雨は降らないんで、よし、はい、やった、この30分僕は快晴なトークしてくから、やったやった、うん、ワイパー使わずに帰れる、使わなくて大丈夫。じゃあ僕らはのんびり、うん、いやいやちょついてきてよ。そっちの勢いついてきてよ。いやこんだけね、うん、頼もしい人がいちゃうとね、いや僕らのんびり、バランス大事って言うけどさ、そういうバランス取らなくていいんだよ。極端にこっち来てくれればいいから、うん、こっちがあのプラスすぎたらこっちマイナスでいい感じにプラマイゼロ持っていこうかななんて思ってたりしますけど、足引っ張らなくて大丈夫だ。、うん、世の中の仕組みってそうなんだよね。まあまあそうですね。あのマイナスがいるから結局プラスが頑張っちゃうんですけど、うんうん、そうそうそう、世の中の仕組み、足引っ張るやつ出てくる仕組みになってるけど、ね、足引っ張っちゃダメだから、まあ、プラスにね行きましょうと、うんうん、じゃあ僕らもいいことね、僕の泥船に乗ったつもりで、うん、泥船じゃなくていいんだよ2人とも。最初からいい船作ってくれればいいんですけどね。ねえ、うん、けどまあ2人ともまあ夏の思い出、2人ともというかあの2、5はちょっと苦い思い出になってるけど、そうですね、うん、ジョー君は楽しい思い出は遅れてるよとかね、よかったよかった本当に。ジョー君けどそのボランティアっていつからやってる？高校？コーフェスから数えたらもう高校生からやってますし、うん、赤十字は大学生からなのでもう4年目、7年目ですよね、うん、長いね、うん、長いね、もうだって出会って6年それぐらい、だからジョー君多分高1、高2の冬かな、いや高2かで6年目、うん、そういうことだね。怖いですね、うん、時の流れってね。僕も32になってるんだよね。うん、マジですか？そうなんだよ、もう30突破してた。突破してるんですよ。ちょっとリアクションがちょっと俺も面白いんだけど、ちょっと待って、え僕20、うん、29ぐらいだと思ってたんですけど、あれ今年30だっけみたいな。あの僕ね今年32なのよ。 32？ はい、若っね、32
いや、あのみんなと高校生で初めて会った時はそれこそ26、7みたいな感じだと思うんだよね。でもそんぐらい経ってるわけよ。あの全然その、けなしてるとかじゃないんですけど、変わんないなって思って。だからやっぱり高校生たちとか大学生とずっと関わってらっしゃるから、こうエネルギービシビシに感じて吸収しまくってるんじゃないですかね。若さもらってます。もらっちゃってるかな。なんなら奪ってますよね。奪っちゃってるかもしれないね。あ、けど高校生と大学生ずっと絡んでるっていうそのワードだけ聞いたらちょっとよろしくないな、ね、こいつやばいやつみたいな。いやいやいや、32にもなって相手してくれるやつそこしかいないのかみたいな。いやいやいや、そんなことはね。そんなことは言ってませんか。まあけど番組がそうですからね、まあ、はい、そういう趣旨でやってますから、はい、そういうね、全年代網羅していきたいなと上はおじいちゃんおばあちゃんから下は赤ちゃんまで、赤ちゃんまで全年代網羅していきたいなと思いますんで。やった、みんなに愛されるケンジブリッジ、はい、それでいきたいなと思います。打倒アンパンマンできたいなと思ってますんで、はい、応援よろしくお願いします、ね、任せて頑張ってくださいすいません、微妙な空気作ってしまったんで、あの曲で振り返っていきたいなと思います。一曲聴いてください。ジミンのナンバメッセージ紹介します。ラジオネーム小崎優也、夏の思い出、熱中症にならないようにとアイスを食べまくったらお腹を壊しました小崎優也です。苦い、苦いね。でも夏バテとかにならなくてね、よかったね、うん、ね、うん、もうお腹壊して逆にバテてるけどね、うん、まあ、でも食べれてるんじゃないですか。それはそういうことか、アイスを食えてるな、いっぱい食べれてるから。食べるもん間違えたけど、うん、今年は本当に暑かったからね。すごかったですよね、僕も7月から7月入ってすぐに冷房入れましたもん、うん、やってた熱中症対策ある？まあでも無理をしないことですよね、一番は。めちゃくちゃいいこと言うね。僕はもう無理をせずにちょっともう電気代痛かったですけど、うん、冷房を使いました。そう、無理をしないことが熱中症対策ということですね。皆さん無理せず、うん、過ごしていきましょう。ということでお送りしていくジミーフーでした。マンデーシュガースポット。さあ時刻5、6時30分回っております。ここからの時間は地元企業紹介、シュガーリクルート、豊橋商工会議所、学生就職情報センターの提供でお送りします。さあということでね、今日も就活のお話をしていきたいなと思うんですけども、毎週ね、2026卒に向けてのページがもうできてるよと、2026卒の人たちも就活始まってるよと、はい、いう話、ね、始まってます、知ってます。ニコはもうやってる？ちゃんとちょこちょこあのサマーインターンとかやり始めてますね、僕も。インターンとか行きながら、うん、行きました。もう自己分析もしっかりしつつ、そうですね、うん、で、実はちょっと僕も早期選考で一社エントリーをしてまして、おそこでちょっとうまくいったらいいなっていうような感じではあります。
早期選考とか言うけど、うん、何なのそれ。なんか何なんですかね。なんかいわゆる解禁ってあるわけじゃん、一応なんか一般的にね。そう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 、けど結局早期選考とかあるわけでしょ。だから先に囲い込んどきたいんですかねと思っちゃって。だからその解禁日が本当の解禁と思ってたら本当に遅いんだよね。そう、解禁はもうあくまでもやってないと遅いよぐらいのレベルになってきましたもんね今ってことだよね。そうそうそう、ここまでにやらなければお前もうそろそろやばいぞっていう合図、ね、やばさ解禁ですよね。うん、なってるよね。なり始めてます。不思議だね。そう、うん、ジョー君はいつから就活は始めてた。でももう大学3年生の夏頃からはもうちょこちょこ、うん、リクナビさんとか、うん、マイナビさんとかっていうようなところは見始めてて、でインターンとかあるいは夏の説明会なんかにもちょこちょこ参加させてもらったりとかしてて、エントリーっていうのは基本的に3月1日からしかできないので、うん、いわゆる早期選考っていうのもインターンとか、うん、そういうのを受けてくれたから一次試験免除するよとか、うん、二次試験免除するよとか、あるいは内々店の近々近道になるよってことなんで、私そっちはやってないですけれども、でも遅すぎることは実はないから、まあ早くやるに越したことはないけれども、うん、準備をたくさんして3月1日に臨んだっていう感じですね。あ、なるほど、まあ、準備期間だよってことなんだね。じゃあ私はそう思いました。でも、うん、やっぱり一部企業なんかはもう早く囲い込んで、うん、早く囲い込んで、もう観光庁とか教育委員会とかそんなのが取られないようにしたいっていう企業もやっぱありますから、うん、そういう企業さんとかにとか、あるいは行きたいところがもうこれって決まってるんだったら、もう今からでも動けるなら動いた方がいいと思います。なるほど、めちゃくちゃ説得力あるわ、うん、マジでこのコーナー申し訳ないんだけど、俺もう就活なんてもうとっくに離れちゃってるから、ジョー君とか終わった人が言ってくるのが一番説得力あるよね。ちょうどこの就活終わった経験者の話を聞けるっていうのが一番大きいです、うん、一番でかいね。それマジで、俺マジでこのコーナーいつも申し訳ない気持ちだもん。とりあえずこういう情報来てますよで紹介してくれてるんですけど、うん、そう、それもそれで全然ありがたいんですよ、うん、なんならありますもんね今、今日も一件実は、うん、そう、この地元でもねインターンシップとか会社見学の情報たくさんあるんで、うん、紹介したいなと思うんですけど、うん、来週の月曜日、まあ、一応毎日どこかしらあるんですけど、まあ、今週の話しても多分予定つかないと思うので、来週の月曜日にある、インターンシップ情報を、ね、紹介したいなと思いますが、来週9月2日に蒲郡信用金庫さんで、営業店実務体験インターンシップコースというのが開催されますので、お、金融系ですよ皆さん、うん、まだ募集中だったんで、ぜひとも気になる方は漢字で東三河カタカナリクルーティング、東三河学生就職ナビリクルーティングのページをねチェックいただけたらなと思います、うん、まあ、まあそんな感じでね、インターンシップとかもいて活動しててほしいと思いますけども、まあ、就活終えた先輩としてジョー君から一言今日アドバイス締めにもらってもいいですか。一言、はい、そうですね、やっぱり行きたいところっていうなところ、行きたい会社あると思うんですけれども、本当にそこでどんなことやってるのかなっていうのは、やっぱりインターンシップであるとか、それこそ今言ってた実務体験、うん、まあ、業務体験ですよね、押してみないと、あ、実は僕がやってみたかったの、それこそ銀行って窓口業務だけじゃないのと思ったら、お金数えるとか、あるいはお客さんと会わないといけないとか、いろんなのがあるんだみたいな発見につながると思うので、ぜひぜひインターンシップは夏も秋も冬も春もあるので、行けるときにぜひ行ってください。おー、インターンシップは行けるときにとりあえず行っとけってことだよね。先輩からのアドバイスありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さんね、特に2号だね、確かに本当ですよね。待って、本当ですよね。ちょっと今ゾクゾクしてきちゃった、はい、25年代よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで地元企業紹介シュガーリクルート、このコーナーは豊洲商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました。第1曲、平井大のナンバー、サマープリンセス。
Don't worry なんてかっこつけてポケットにしまった For one 胸願えば願うほどに簡単じゃないでもそれもいい真夏の恋 Dreaming まで途中魔法は使えないけど I can show youさあ時刻午後6時37分回ってます。お送りしてます曲は平井大サマープリンセス、お送りしております。ラジオネームおのちんさんです。ケンジさん、ニーコくん、ジョーくん、こんばんは。こんばんは。夏の思い出はガマゴーリ祭りの花火大会ですっていう。花火あったな。花火行った？僕はアルバイトとして行きました。ああまあまあまあ行ってるね。じゃあ行ってますね、一応見てるもんね。うん、ジョーくんは忙しすぎて花火なんか見るよりなかったでじゃあのボランティアで行ってるさ小学生の子たちと手持ち花火みたいな、いいな、そういう思い出作りも一緒にやれたら楽しいんじゃない？ね、ちょっと提案してみます。ね、夏の終わりだから線香花火対決とかでね、みんなで盛り上がってみたいな。あのハラハラする感じね、うん、誰が一番長く線香花火ついてるのかみたいな。長くついてた人には棒ジュース1本あげちゃうよみたいな。棒ジュース？棒ジュースって知らん？あのプラスチックのさ、あれパッキンアイスじゃないですか？あれ棒アイスだけどさ、あれ固めなかったらアイスジュースじゃない？濃くない？だいぶ現役じゃない？あれそうっすよね。嘘。あれけどアイスもさ結局ジュースで飲むのと変わらんくない？それもそうだけど、うん、何が違うのこれ。あの冷やすと甘みが感じにくくなるって話を聞いたことある。何その洗脳ってことを言われる。違う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 そういうもんなの人間の体ってまあいいやということでね、思い出作ってほしいなって思います、はい。平井大サマープリンセスでした。ゆきね、相談があるんだけど。ケンジさん、改まってどうしたんですか？サールカードのプレゼント企画に当たらないんだけど。そりゃ当てないですよ。ケンジブリッジに当たらない分リスナーにチャンスあり。プレゼントの応募はサーラカード LINE 公式アカウントから。サーラカードで検索。マンデーシュガースポットサポートバイ YMG 出た。ラジオカップ。さあ出張という走ロボコンズ、このコーナーは株式会社 YMG の提供でお送りします。お相手は豊橋ロボコンズ応援団長ケンジブリッジと杉本と東家とニーゴとジョーくんです。よろしくお願いします。お願いします。さあということでね、今日はいつも通り来てくれております豊橋ロボコンズの宮下くん、辻井くんではなくて今日初登場ということで、杉本くんと東家くんが来てくれております。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お二人は 何年生の代になる感じですか？僕たちは3年生の代。3年生の代っていうことはいわゆる来年のロボコン大会の第一ということで。そうです、はい、来年の主力メンバーが来てくれているということでね、今日よろしくお願いします。お願いします。まあ、今日ね、この2人が来てくれたっていうのも実際まさに昨日。まさに昨日ですね。まさに昨日8月の25日ベトナムの方で世界大会がありまして、私ロボコンズは世界大会に出場しておりますのでさすがに出れませんよとね、帰ってきてすぐっていうわけにもいかないんで、帰ってこれないよってことでね、今日はスペシャルコメンテーターとして、杉本くんと東家くんがね来てくれておりますけどもね。どうでした？見ました？昨日しっかり見ました。生で見て。2人はどこで見てたの？僕は観戦会に出てたので、うん、観戦会会場で見ていて、東家はロボットを動かしながら、まあ、YouTube の横で見て。どこと作りながらってこと？もうまさに動かしながら。動かしながら動かしてるときに、あ、今今に画面に準備。じゃあもう来年の戦いがすでに始まりながらの、はい、今年の大会も見守りっていう感じだったんだね。そうです。
あーすごい、いろんなシチュエーションの見方あるんだなと思うけど、今もこうすでにね僕たちロボコンの話でね盛り上がってやっていますけども、今日あのジョー君とかね多分初めてこのコーナーするかな、うん、初めてですね。ロボコンって何なのかなと思ってる人もね、ジョー君をはじめいろんな人いると思うので、ロボコンって何なのかちょっと説明してもらっていいですか。はい、はい、ロボコンっていうのは学生が自分たちで作ったロボットを競い合わせる大会で、僕たちは国際大会である ABU ロボコンで優勝することを目指して活動しています。はい、学生たちが一からロボットを作って、そのロボットで対決するよっていうロボット。へえ。で毎年ルールが変わるので。ルールが変わる。そうなんです。意味が分かんないところなんだけど、毎年ルールが変わるっていうのがロボコン。これはテーマ、いわゆるこういうロボット作ってくださいっていうことじゃなくって、ルールが、そう、競技になってるんだけど、その競技のルールも違うければ、はい、こういうロボット作ってくださいっていうのも変わるっていう。全部違うんですね。全部違うっていう。難易度の高い、めちゃめちゃレベル高いですね、ことをやってるあの団体みたいな感じで、それがその世界最高峰の戦いっていうのが昨日あったよっていう。なるほど、うん、で、あの、まあ、結果から報告していきますと、あの ABU ロボコン昨日行われましたベトナムで開催された、世界大会は、ただしロボコンズ、ただし技術科学大学ロボコン同好会は、準決勝に進出して、香港を相手に惜しくも負けちゃったよっていう、そんな試合結果にねなりました。うんうん。で香港は決勝に進んで、勝って香港が優勝ってなった戦いになりましたけど、はいはい、まあ、予選もねいろいろありましてね、あの私立科学大学とても安定したねロボットの動きしてたなと思いますけど、どうですか、あの杉本くんも予選から見てて。いや予選見てた時は僕はもうこれは優勝だろう、うん、思ったよね、思ってました、ね、思ってた、うん、なんかすごいあのスピードも速くなってたしさ、圧倒的な感じはあったなと思って。そうですね。ね、予選はあの圧倒的に、まあ、いわゆるムアバンっていう、はい、価値格のあのやり方みたいな、点を先に収めたよっていうことがあって、予選どこと戦ったっけ？カンボジア？エジプトです。エジプトか。はい、最初にエジプトと戦って、はい、その次にカンボジア。そうです。はい。で2戦ともムアバン、はい、しました。で決勝トーナメントに上がって一番最初に中国、そうですね、はい、と戦って、これはちょっと結構接戦っちゃ接戦だった感じだったかな、序盤は。そうです ね、 ね、どんなその中国戦見てどうでした。まあ結構接戦ではあったんですけど、うん、まあ、基本的に日本のロボットの方が中国よりも速いペースで動いていて、うん、まあ、点差はそんなになかったですけど、難なく勝てたかなというの。うん。ああ、もうじゃあよりロボコンを知ってる杉本くんからの目線からしたら、もう日本のがレベル高いなみたいな感じで見れた感じ。そうです。おお。で東池くんはどう？ロボット作りながらの合間だけど。そうですね。うん、やっぱあの中国っていうと毎年めっちゃ速くて、うん、周りに速くて、まあ、強いところなんですけど、まあ、今年もめっちゃ強いけど。勝ってて良かったなっ、うん、そうだよね、中国はいつも強いみたいなイメージあったんだけどね、はい、それは明らかに超えてたねって思ったね。そうでしたね。でその気持ちでいくと、この準決勝で香港ということで、はい、まあ、なんだろう、まあ、見てる側の気持ちとしては、やってる側は多分思ってないかもしれないけど、見てる側の気持ちとしては、まあ、勝って決勝だろうみたいな気持ちは多分あったんだよね、はい、こっち側としては。けど惜しくも負けちゃったというところで、なんかあのなぜ負けちゃったのか俺見てて分かんなかったんだけど、解説してもらっていい？はい、うん、そう、この時1回リトライをしてしまって、うん、その時に、自分たちが動いてない間に香港がどんどん得点して、その得点差で負けて、うん、さらにはムアバンもされてしまった。あー、なるほど。香港はリトライはしてない感じ？してないですね。あ、じゃあそこの差？そうですってことなんだ。はい、そのリトライっていうのもロボットがなんかちょっと止まっちゃったよとかではなくて、ロボットが止まったわけではなくて、うん、ボールを本当は持っていけないゾーンに持っていってしまって、うん、それが違反を取られてリトライっていう感じになってしまいます。あ、もう本当に競技としての違反みたいな感じで。そうですね、ロボットとしては万全だったってことですね。万全でした。あ、だとしたら本当に惜しいね。はい、かなり悔しい、ね、かなり悔しい戦いがあったかなと思いますけど、まあけど、うん、その香港がまあ優勝してくれたっていうのは、逆にまあ香港に負けた日本からしたら、まあちょっとまだ救われるというかね。そうですね。ね、
日本の魂も背負って戦ってくれてるはずなので、うん、まあ、あの香港に優勝おめでとうはね、このコーナーからも伝えていきたいですね。はい、はい、香港の皆さん優勝おめでとうなんですけど、まあ、今回国内大会で3連覇を果たして、はい、史上初の3連覇を果たして世界大会で2連覇を目指した中だったんですけど、まあ、惜しくも2連覇は叶わなかったんですが、大会終わった現状、技術賞というのをね、はい、賞を受賞したと。技術のある日本。おお。どう？ニゴは見てた？このロボコン応援団員だけど。僕うん、その時捻挫で足を痛めてて動けなかったので、うん、悶絶してたわけね。悶絶してました、うん、なのでアーカイブを、うん、今日午前中授業あったんですけど、その後にすぐ見返してきました。そうなんですよ。強かったです ね香港、うん、やっぱそのね、ロボットは万全だった状態だったけども、リトライがあったっていうことは、やっぱりその、はい、社会でもやっぱヒューマンエラーっていうのが起きかねないっていうところなので、うん、もうそこのゾーンまで来てしまったっていうのも、取れたっていうのもロボコン同好会、うん、ロボコンズの一つの強さかなっていうふうに僕は思ってます。うん、そうね、はい、でも本当優勝を目指してたみんなからしたらとてもへこんでるんじゃないかなってすごい心配してるんだけど、うん、はい、現地の宮下くんと辻井くんから現地からコメントが届いたんで、うん、どんな状態なのかちょっと聞いてもらいたいなって思います。出張豊橋ロボコンズ、豊橋技術科学大学ロボコン同好会代表の宮下と辻井です。今大会の結果は、ベスト4入賞、そして、技術賞を受賞することができました。はい、目標であった ABU ロボコン2024の優勝、そして2連覇には届きませんでしたが、それ以外にも数多くの経験と、そしてこれからに残る、たくさんのものを、経験できたかなというふうに思っています。そうですね、はいはい、応援いただいた方々ありがとうございました。ありがとうございました。で、一夜明けてみてどうですか？はい、一夜明けて、そうですね、確かにあの決勝戦のことを思い出すと、やっぱり今でも少し悔しい思いはあるんですが、でも結果は結果なので、しっかりとそれを受け止めて、今後につなげていければなというふうに思っています。はい、この後は、すぐにハローマン観光、今船乗ってるんですけど、これから観光して、まあ、これ楽しんでいきたいなって思ってます。はい、で今夜にあるそのですね、他のチームとの交流会であったり、そういったものも楽しみながら、ベトナムを満喫して、しっかりとそうですね、まあ、楽しんでいければなというふうに思ってます、はいはい、じゃあ最後にバイバイって言っとこうか、はい、せーの、さようなら、バイバイ。むちゃくちゃ楽しいじゃん。もうあの立ち直ってくれてるじゃん、ね、うん、もうへこんでたらどうしようかなと俺思って心配してたんだけど、やっぱ一夜明けても、あの思い出すと悔しいは悔しいけど、うん、もう前を向いてもう観光楽しんでますよと。多分今時間的にあの出場してくれた各国の選手と交流会してるよっていうことだよね、うん、はい、よかった。どう、声って聞いた？あの現場からの声っていうのは。それは聞けてないですけど、メッセージ聞く限り、うん、やっぱりなんか結構元気だなっていうのは感じます、ね、安心？はい、どう、あのじゃあ先輩たちが帰ってきて、はい、どういう声かけたい？そうですね、来年は僕たちに任せてくださいって、うん、わー、頼もしいっすわ。東家くんはなんて声かけたいっすか？やっぱり先輩たちの雪辱を晴らしたいっていう、うん、伝えたい。いいね、頼もしいね。頼もしいですね。頼もしい。世界の優勝はね、2連覇かなわなかったんだけど、日本国内で言ったら、ね、3連覇かかってるから、来年任せてくださいって言ってるこの杉本くん、東家くん、4連覇を目指す代ってことだよね。そうです。プレッシャーない？実際、まあ、ありますけど、まあ、まずはもう優勝っていうことをもう目指して、うん、4連覇っていうのはあんまりちょっと意識しないようにはしてます。なるほど、はい、その数字ではなくて、僕たちの代での優勝だよみたいな。そうですね、目指していくよっていう、ぜひともあの頑張ってほしいなと思いますし、あの先輩たち帰ってきたらね、あの技術を盗んで、はい、うん、次の代に向けて頑張ってほしいなと思うんですけど、あのちなみに今日ね、僕も去年の代のユニフォーム着てるんですけど、東家くんが着てるこの服と若干なんか違う気がするんよね。そうですね、うん、今年の新しいユニフォーム、なんか理科大の名前が腕に入ってるね。はい、今年のやつで、あの右腕のところに2024と日本の国旗が入ってるんですよ、うん、そう、右腕はね、僕も2023日本の国旗で、左腕は僕何もないのよね。入りましたね、うん、今年のやつもあるの？はい、あ、そうです、はい、持ってきてます。あー、マジっすか。やったー。それ僕の分ってことで。そうですね、いただいていいんすか？はい、どうぞ。お、応援団長いただきます。よいしょ。やったー。はい、
これけどあれ杉本くんの大のユニフォームも楽しみしてるんで、はい、また来年も、2025、はい、となって後ろがみんなのロボットの、そうですね、もらえるように俺応援頑張りますんで、はい、これからも頑張ってほしいなと思いますけど、はい、来年のテーマっていうのも発表されたね、はい、発表されました。ドキドキのテーマが発表されましたけど、はい、どんなテーマでしたか。来年はバスケットボールです。バスケ、バスケ、国はどこでやるの。モンゴル。モンゴルってバスケがすごい有名な国ってことなのかな。あんまりそういった印象はなかったイメージないよね、はい、モンゴルって言うとなんか相撲のイメージあったんですけど、うん、過去に相撲とかがあったのかな。じゃあかもしれないです ね, ね。でもなんか相撲ってなっちゃうとすごいロボットファイトみたいな感じがして、うん、そうすると既存の競技と被っちゃうなっていう気はするので、はい、それもそれでまた新しいんじゃないかなと思いますよね、うん、ね。でもモンゴルを開催国にバスケをテーマに、はい、ロボットがバスケするよと。そうです。あれケンジベッチもあのルール説明の動画を見たんだけど、はい、ちょっと本当にあの語弊が生まれるかもしれないけど、このことを言うとちょっと本当に怒っちゃう人もいると思うけど、あのダンクとか打てないよロボットでみたいな、アリウープとかできないよって俺は素人目で見て思ったけど、はい、あの映像見てああいうロボット作れそう。いや僕たちなら作ります、うん、マジで言ってくれました。すごい。じゃあマジで本当人間があのバスケしてるような映像出してたのよ。普通にダンクシュートしたり、ダンク打たせるんですよね。そう、アリウープとかもしちゃうわけよね。うん、ロボでそんなことあるみたいな、はい、うん、それが可能な構想ではある。そうですね、実現するメンバーは揃ってるから、うん、やべえ頼もしい。ロボコンズ2025世代、これからも期待ですね、はい、もう大手かかってますよ多分、うん。もうちなみにあの前哨戦としてあの直近で大会とかあったりする感じ。そうですね、うん、東海ロボコンっていうのがあって、うん、今僕たちはそれに向かって、うん、準備を始めています。ちなみにそれはいつある感じ。そうです、9月の8日に大会があります。もうすぐだね、はい、もうあ、じゃあ東家くんはその大会に向けてロボット作って、はい、まあ、ロボットを浮かせて、あ、開催場所も僕たちの豊橋医科大の体育館でございます。医科大であるんだ。それ東海の大学がいろいろ来たの。そうですね、名前は東海地区っていう名前にはなってるんですけど、うん、まあ、東海地区に限らず東京のとこからも大学来たり、うん、結構いろんな大学が参加しています、うん。本当東海ブロックの開催っていうわけではなくて、はい、開催場所が東海だよってだけなんだ。そうです、うん、いやちょっとそれも楽しいだね、はい、でその結果報告もね今後このコーナーで楽しみにしてるんで、はい、今後杉本くんを代表に、はい、このコーナーを大ガールで盛り上がっていくと思うんで、はい、これから一緒にロボコンの魅力発表していきましょうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東家くんも、ロボット制作大変だと思うけど、はい、これだけ来てもらって、はい、いろんな宣伝してほしいなと思います。はい、けどあの9月来月の4週目のロボコンズコーナーはあの宮下くんと辻井くんに来てもらって、まあ、実際にそのベトナムでのお話とか、まあ、観光でのハプニングとかね、そういうのも聞きながらハプニング起こる前提旅はハプニング絶対つきものだからねえ、あの、うん、絶対去年の代はお腹壊してますから。そうそうそう、だからお腹壊すに壊さず帰ってくるかってところがねまず気になるところで行きたいなと思いますので、はいはい、一足早く皆さんぜひとも2025世代ということで、もうすでに動き出してますよということで見せてほしいなと思います、はい。杉本くんと東家くん、はい、他のメンバーも来たりする感じかな。はい、うん、そうです、はい、なので代表の杉本くんと東家くんはとりあえず覚えてもらって、これから出てくるメンバーもね覚えていってほしいなって思います。ということで、出張大使ロボコンズ終わりの時間となりますが、じゃあ最後に杉本くんが一言なんか来年に向けて、少し早いですけど意気込みをもらっていいですか。そうですね、うん、今年世界大会で香港相手に負けてしまったんですけど、来年の僕たちの世代では、世界王座の奪還を目標に活動してまいりますので、応援をよろしくお願いします。はい、もちろんこのコーナーでも全力で応援していきますんで、はい、団員募集していきますんで、ジョー君も団員としてこれからよろしくお願いします。ありがとうございます、頑張ります。はい、ということで出張大使ロボコンズ、このコーナーは株式会社 YMG の提供でお送りしました。YMG にはどんなロボットがいるか知ってる？重いものを持てるロボット、自由自在に手を使い替えれるロボット、位置を覚えて正確に動くロボット。ロボットはすごく働き者、一つのロボットを作り出すためにたくさんの人の力が必要なんだ。
未来に素敵なロボットを送り出す会社 YMG。 さあということで番組もエンディングの時間になりましたけども、今日出張いたしロボコンズのコーナーではケンジムッチは今年のバージョンのユニフォームもらいましたけど、もう一着あるということで、はい、そうです。実は2号頼んでました。頼んでました。お2号もあるじゃん。やったー。さっきの時に出てきてよ、はい、いやいや、まあ、まずは団長ですよ。ぜひどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの2025か、来年は2025のやつはジョー君もぜひともねこれ来て応援しましょうね。応援します。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、これで終わっていきます、マンデーショースポットですけども、ジョー君どうですか、久しぶりにラジオ出てみて。ちょっと最初の時はドキドキしましたけれども、うん、だんだんアクセルを踏んでクラッチを入れれたかなというような感じで、また出てね、3月まで全然今の時ぜひともぜひもう愛知に戻ってきてるので、はい、あ、もう戻ってきてるんだ。はい、あ、もうじゃあ授業ないんだ、ほぼ。そうです、もうゼミだけなので、1週間に1回なので。あ、そうなの、はい、じゃあこれから出てください、お願いします。挟んでます、お願いします。ニーゴもじゃあどうですか、今日も、うん、今日出てみて、うん、いやもうね、楽しかったですよ、うん、捻挫直してね。捻挫は頑張って直します。東家くんも初ラジオどうでしたか。いや、なんか緊張して全然喋れなかったので、次回はもうちょっと喋れな、はい、ラブダにお願いします。杉本くんも初ラジオどうでした。結構緊張しましたね。うまく喋れてるかわからないです。大丈夫、代々みんなそうやってトークも磨いてきてるんで、はい、はい、一緒にね、先輩方のトークも超えるように、ロボットもトークも超えるようにね、はい、ラジオもやっていきましょう。はい、はい、ということでね、マンデーシュガスポット今日も1時間お聞きください。お聞きくださりありがとうございました、マンデーシュガスポット、この番組はサーラカードの提供でお送りしました。ここまでのお相手はケンジムッチとニーゴとジョー君と杉本と東家です。さあ、また来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。